これ何これ。トウモロコシじゃないの。ハチの巣。なあもう絶対からどう見てもトウモロコシやん。ハチの巣。トウモロコシ。トウモロコシって思うじゃん。トウモコロシ？え、トコロムシがって思うやん。なあ言えてない。もう朝をいるやんやって。でも誰がミスしたの？マークしよう。わかった今のめっちゃあれやったの、うん、コメントの早かったからやめへんかった。食感おめでとう皆さんありがとうございます。早くまも劇場の上にいるよって。ここの上におるらしい。もうすぐ会えるね。今日公演来る人手挙げて。はい、もっちゃん今もまめきてよやって。皆さんごめんなさい、今日からジメイクとか言って嘘ついきました。そう全然けど、うん、あんま分からへん。まあまあまあ変わらないからね、うん、今までと一緒って感じだからいいって感じですよ。お、アバター、今アバターもらえるんですか。お、ジオンのやつや、かわいい。え、なんで？そういう期間ってこと？夢でキスミー。え、今日は競争率高かったの？競争率って何？え、公演？うん。何チームの？髪型はまだ変わらないよ。でももうちょっとしたら変わるので、うん、ぜひ楽しみにしててね。楽しみにしててね。そう。昨日ね、もう舞い上がって、うんうん、あーね遠征してる方、あのその盛り上がって、私今日切りに行っていいですかって聞いた。マジ？まだ固定部屋続くけど大丈夫って言われて、もうちょっとだけな、うん、公園で続くけど大丈夫って聞かれて、うん、それはダメだと思って、こんな短くなっても外跳ねするってことって言ったら、そうって言われて、たこ焼きみたいになる。一番最初のあれな、初期の頃。そうだからまだちょっと切れないけど、けどジオンも切りたい。でもなんかちょっとさ長いからさ、これでさ、うん、巻き髪とか楽しんだ方がいいかなと思って。ジオンはあのなんかね、え、昇格したら何の髪型したい？違う違う違う、髪型変えれるようになったら。質問間違えた。ねじり派普通に。あと結びたい。ああね、いいやん。え、ジオンはなんかね、リンゴちゃんが一番最初にしたかってんけど、この長さであんまりしたくなくて、アフロがいって一緒にやろうよ。え、そうだからリンゴちゃんは髪の毛切ってからしたくて、だからポニーテールかハーフツインしたい。なんてナメもつけたいんだでしょ。あ、つけたい。あか、あんま伝わらへんからやめよう。金髪にしいひんよ。しいひんで。けど高校卒業したら、なんか卒、あの染めるのは卒業してからなんやけど、そう、ルールがあるから、ね、卒業したらじゃ あの染めるっていうかインナー、インナーがいい。え、インナー入れちゃおうかな。何色が似合うと思う？あのみかなさんの。いや絶対似合わないじゃん、めっちゃ可愛いよね。私本当にあれマジでしたい、めっちゃ可愛い。あれ似合う人マジで可愛すぎる、うん、私言っちゃったもんみかなさんに。めっちゃ可愛いよ、もう可愛いですって言ったら。ありがとう。イケメン、イケメン。結構用途も自分やったら似合わないけど、みかなさんなら何でも似合います。新しいセンターよかった、ありがとうございます。2回転どっちも思われて嬉しかった。うまんぽ。うん、だわ。うわ、待ってね、どこだい、どれ、これがタワー、サットンさん、タワーありがとうございます。イルカや飛んでる、かわいい。ポンポン、ありがとうサットンさん。なんかチュッパチャップス舐めたら上顎めっちゃ痛い。あー死ぬ。あ、そう、浴衣の髪型そうなんです。猫出しマジ可愛いよね。マジ猫出し今してないけど、高校行くんだって。高校行かないんです。どういうこと？むっちゃん髪は伸ばさないの？伸ばさないの？伸ばそうよ一緒に。うん、一緒にとか言っても伸ばすならエクステやろ。いや、あの浴衣の写真めっちゃ可愛かった、あの昔のやつ。あーね、オーディションの時の写真だ、うん、じっちゃんからの挑戦状マジで当たってる人おらんかった。5曲当たったら名前呼ぶねとか言って、マジで難しかった。
皆さんおつです。お疲れ様です。じいちゃん多い多い。新しい服じゃないよな。うん、2回目。マロさ、遊びに来たよ。これジオの定型文や。デコ出し、あ、この前してたやつか、うん、デコ出しって。あれもね、可愛い。マジ上ごいたいんだけどどうしたらいい？え、今日？何べたん？ちんぱちん。前日。な、なんでなん？え、あのケータリングだったじゃん。あ、うん。なんでそれ残ってるの？劇場前なのって今日来るんですか？みんな出待ち？嘘です。何言ってるの？だってさ、劇場前なのって言ったら公演もし入らんって言ったらさ、どういうこと？確かに。12周年コンサートでもしますか？何が？あれ？本格？違うよ、挑戦状。もっちゃん多いって多い。ジオンが返すっていう。ん？うん？今日は自分の服ですかって。あ、ジオンあれこの前着てたやつや。オラの服だもん。今日は自分の服。だってね、ジオン家いたら、うん、自分の服をね持って帰っちゃう時があって、それで借りるんですよ。4曲か。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。開演待ちやって。うん、開演待ち。おお、なんか夢でキスミーよね、あの電気つく前にカンメのジオンっていう映像流れてたじゃないですか、上で、うん、その後に電気まだついてないのにちょっとおおって言った人いません？マジであれじゃない、あれなんかちょっと聞こえた気がしたんですよね。残ってないよ。マジちょっと嬉しかった。助け求めたね。マジであの昇格の後のさ一言みたいなあったやん。なかった。そうなん、鏡なかったんですけど。そうなんや。え、気まずえ、マジあそこでなんか一番最初に喋る人で、え、あの何を喋ればいいか分からへんくて、でどういうあれな考えてもなかったから、ええだからなんかもうめっちゃ怖、あの戸惑って、え、赤髪なかった、ね、今戸惑ってるんだけどえ、そうだからもうユミさんに助け求めてました。え、ガチあ、コロクさん、タワーありがとうございます。クマクマめっちゃ可愛い。これ水色とピンク並んでる、めっちゃ可愛くない？これ、うん、グッド紹介の MC めっちゃいいですよね。あそこめっちゃ面白かった。やってても楽しかった。後ろのもぐもぐもっちゃんが気になる。もぐもぐもっちゃんしないんやけど。もった子、もった子だよ。カタルシスのな、せん、あの回るやつめっちゃ家賃払わなあかんで、ね、そろそろしないんやけど。何言ってんのめっちゃ家庭的な。でももうコンサート終わってから一緒に住まないね。くるくせこの人来ます。実家一緒に行こうよそう、今日ねずっとねこれ言ってるんですよ。なんであの G がね、お家帰るって言ったら、うん、いや私はさ、あのコンサート終わったからさ、もうあの東京ちょっと帰ろうかなって。誰の手でしょう。違います。ねえねえでわかんない衣装ね、あれ見たらわかりますよね絶対。あの衣装やったから。録音なかった。そう、なかった。そうなんや。ねえねえ、めっちゃコメントくれてるやん。うん、それな。語彙力マジでなさすぎて困ったんですよね、ほんまに。今年の目標。まだね、メイク前の髪型もまだやってない。めっちゃおもろい今の。私らさ、うん、タロット占い当たってるねうわ、ほんまや。やっぱりあれ当たるんだよ、ほんまや。昔もね、私加入前とかにタロット占いをしてた時があってそれ当たるんだよねって話してタロット占いしたのよ、ジオンと。この前 YouTube でね、知ったら昇格って言葉が出てきたんだよね。そう、昇格って言葉をジオン、どっちもなんかカード3枚あって どれ選ぶみたいなやつで、違う方選んだのにどっちも出てきたんですよ。マジで当たってるから、もうマジやってほしい。グループ、うん、何の B2、 うん、恋人ですか。死ぬ。まあ実は、おい、
みんな勘違いするって勘違いする、まあ勘違いもほどほどにしてね。全然無視していただいて大丈夫です。もうこしょばいい。これ何味だと思う？トウモロコシやろ。蜂の巣ダンスだな。だからトウモロコシこれ食べたら蜂の巣ダンス始まっちゃうかもしれない、うん、踊れるで多分。占いは当たるよ。やってですよね。8月ね、公演してくださいね。12周年グランキューブ大阪みたいなところなんで、皆さん調べました。そう、平日なんですけどね、平日の4日間あの仕事、お仕事ある方はきついかもしれへんけど、ぜひぜひ。私もちょっときついかもしれへんねんけど、すごい誰か行ってんねん。そう、ぜひ。ハチの巣ダンス、頭がいっぱいいっぱい。かっこよかったよ。やってハチの巣ダンス全員に注意しちゃうよ、そんなこと言ったら。てかね、聞いてください。あのその前日、コンサートの日に、コンサート前日にジョンがツイートしたやつで、もっちゃんがあのなんか見てるよみたいな、レスするねみたいな、あのびっくりマーク、赤のびっくりマークと赤のハートを送ってきたコメントあったじゃないですか。マジでしてくれました。え、わかった？わかった。さっきその話したよね、うん、した。まあ、皆さんに解説いたしますと、まあ、これからアーカイブ見る方とかは特に分かりやすいかと思うんですけど、うん、まあ、じゃあこれをマイクだといたしますね。こうやって持ってるじゃないですか、マイクで。ジオンの癖で、ジオンはこうやってするんですよ、マイクを。あの人差し指をこうやってやっちゃうんです。そう、歌ってる時こうやってするから、私があの捕食者の時に一瞬こうやってやったんですよ。したらももけちゃん寝てたよとかやってきてえ、なんかジョンがずっとやりすぎて、それあれ映ったんかなと思って、うん、じゃそれ指針やったらしいちょうど実況してたんで映ってたんです。カメラこっち向いたから、絶対私向いてると思って。頑張ってきます。そう、指針くれた、湧いた、爆上げ飛んじゃうかも。え、みんな見た？これ存在してないもの。あい、それイエーイ、ジオンレスもらった。あの浅尾桃香ちゃんからレスをもらえた嬉しい、うん、なんかここについてるよ小指タイプもおるらしい。小指で人差し指やな、ちゃんコップ、なんか飲み物飲んでこうじゃあもなかなかいない変色タイプ。マジでジョン今日の公演でも気がつかずにやってるから、絶対にぜひちょっとそこ注目、うん、やるなあのマジ気をつけるんですけど、マジで癖すぎて。ダンス担当持つやつよろしく、これからよろしく。今日のやつこいつ怖っ見てくれてる人いるよ。何それね。二人でハートしてやって、肩ハートして。肩ハート。肩ハートして。肩。けどこれにハートなるって、ほら。ここちょっとさ、こうやって。こう？違う。ここをこうやって。それキャンプ見てやないかい。今日のやつ食べた。は？無言の時間何これ？え、フワ配信してんの？めっちゃずっと無言やん。喋ってる？え？何も聞こえへんかった。ね、今フワの声。15分経った？え？15分経ったかな？ユナちゃんも終わった？経ったんかな、じゃ。こんな。浅尾さんの彼女かな、やってジオンの彼女がもっちゃん気象違う、ジオンの彼氏、彼氏、うん、彼氏ね。あなた男、彼氏っていう人って大体さ、ちょっとあのちょっとヤンキーじゃ彼氏、彼氏、うん、彼氏、俺の彼氏、俺の彼氏、彼氏なんか言うわ、彼氏は俺の彼氏あれ違うな、俺って言ってるのに彼氏、俺の彼今さっきね、あのメイクの時にね、なんかオラみたいな言ったらオラのみたいな、オラのって言ってグラノーラみたい。
だった。うん。あくそ。マジでこういうのありすぎやろ。マジでね、あの死ぬほどね、あのシンクロするんですよ。歌とかもいきなり同じの歌い始めたりとかするし。この前もあったよな。なんだっけ。あれや。あ、ダメだ、言えないやつがお腹痛い。いや、洗いすぎてお腹痛い。ジオの違う、あ、めっちゃおもろい。シシンクロトキ、あ、もっちゃんもそれシシンって言ったそう、レイさんからのシシンかもしれない。私この間その曲をねやりたいとか好きって言ってたらゆれいさんが選んでて、知ってるの、タメ語レアだって。な、どういう、いつも敬語だよね。でも私に何の話マジこれが敬語やと思った。ももかさん、いつもありがとうございます。全然いいよ、ももちゃん。ももちゃん、そんな人無理やり呼んでくれるから、うんうん、無理に呼ばなくて惚れたらしいで、蜂の巣ダンスに。え、うん、何大好き。え、チューしてもいい、今から行くよ。話しかいためで話したんやって。話しましょう、ためでしか話さない。話しましょうとか言ってじゃん、今敬語だけどね。話しましょうってさ、なんかさ、ちょっと待って、言ってもいい、あのさ、うん、よく学校とかでさ、うん、あの、え、今日声かけるね、あ、今日話そうみたいな、今日一緒に話そうみたいな感じじゃない、あの新入生の時にさ。そうだ、ね、見ましたか皆さん、今の、今の見ました、わかるだけど先輩とかに言うあれってことやろ。踊れるんちゃう、やりたかった、年上の人にできるできる、うん、学校のあれ、年上の人とか。そんな人いないよ。なんでおらんの。今日から B2 公演になりました。なんで止まってんのよ静止が。じゃあな、レガットの前にこうやってマネキンになってた、見た。今日一緒に話、わかる、確かに。何をやっているの。白だ、フーガだ。何時オールアップやっけ。6時半、違う、4時半、16時だから6時か。今日は5時公演なので皆さん気合入れてくださいね。じゃあもし6時公演だったら気合入れなくていいってこと。確かに。7時やったらどうなるんじゃ。え、どうなんの。え、気合とか入らないってこと、もはや。もはや歩けもしないってこと。え、どういうこと、どういうこと。はい、論破。めっちゃおもろい。もう何この手。何だと思う。え、もっちゃんの手。若干振り見せてバレました。君虹でね、あの16日の方は失敗しました。君虹かる、私も新選組の時失敗してよ、一人だけ。だからあの曲はなるべくね、ちょっともう怖いんです。何になったの結局。もう話にはなれない。1日目が、あ、絶滅のやつやな、だったんだけど、うん、衣装トラブルかなんかでさ、うん、脱げた？脱げた？脱げた？見てたけどなんか脱げてなかった気がする。脱げてない、あのなんかチェーンみたいな腰につけるさ、うん、あれが取れちゃって、ね、なれない。え、どれどれどれ、赤のやつ、うんうんうん、あ、みんなと一緒のやつ、そうくそなりましたくそ、あれ6でよかったのに、脱げちゃえばよかったのに。聞きました、全部脱げろよ。今の聞きました、拡散希望。ハッシュタグ拡散。え、どれぐらい。え、なんでそ
どれぐらい恥ずかしかった？え、どれぐらい？わかんない。めっちゃ恥ずかしかったですけど、まあ乗り切りました。試合で。どうやって？自粛ワークさん。マサクさん、タワーありがとうございます。チェよ、よ。いや、ジュンもご飯食べたい。いいよ、これ食べて。うん。これ、ダラッとする。いい。そしたら関節キスになるって知ってた。いい。何時か分かる方。いい。いい。食べな。うわ。食べな、食べな。いい、いい。キャンディー一つ。ほら。ソフトクリーム。これ、みっちゃんのアンダー入った。な、持ちながら。私のアチラスにも入ってくれてたよね、うん、入ってないです入った覚えないですあと何入ったっけ。ユニットなんか入った。あれドリアン少年イビサや。イビサ間違えた。何で間違えた。アイビー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 サーボーボー。なんかこっから手出てきた。なんで自分が入っちゃったやん今のやばい。今日公演来る人。はい。あなた出る方ねえ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 、それは草、うん、草じゃない、全然草じゃない口の色出さすぎて草。ちょっと塗ったけどなんじゃん私。夜公演行く。お、夜公演。夜公演とか夜しかないそんなこと言っちゃダメでしょ。なんか外れてる人多いって。あ、もしかしてジーブ B2 公演満席。当たりません。あ、当たってない人多くない。当たり友達が行きます。当たらない。あの行きますでさ、行きますは読めるけどさ、ひらがなで行きますって書いてる人初めて見た。いつから髪型変更できるの。いつから言っちゃっていいの。みんなそういうのは突然起こるからキュンってするんだよ。東京に皆さん本当にありがとうございました。今まで、うん、この発言によって、皆さんをこう、うん、これ私、うん、これジュン。ソーシャルディスタンス取れよ。待って、15分経ったってことで終わります。バイバーイ。ってことで終わります。あ、抜きんぐんだ今から読むでしょ、うん、13位ヒロさんありがとうございます。12位フーくんさんありがとうございます。11位タンさんありがとうございます。10位ケンイチさんありがとうございます。9位タケドンさんありがとうございます。8位ケンジさんありがとうございます。7位ホーくんありがとうございます。6位イグッチさんありがとうございます。5位ヨウジさんありがとうございます。4位カルちゃんさんありがとうございます。3位しんのすけさんありがとうございます。2位コロクさんありがとうございます。そして第1位はじゃん、サットンさんありがとうございます。ポン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 、サットンさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。ということで今日の公演頑張ります。皆さんマイクの手に注目ですよ。ジオンは頑張って意識しますけど、意識ちょっとあの楽しみすぎて気づいちゃってるかもしれないです。今日入るよって方はぜひありがとうございました。